セミヨンはフランスのボルドーを発祥地とする白ワイン用のブドウ品種である。セミヨン、セミヨンなどとも表記される。樹勢が強く和瀬の白ブドウで火皮は明るい黄緑色をしている。火皮が薄いため寄付金がつきやすいが日差しが強すぎると皮焼けが出やすい。糖度は十分に高いが酸味に乏しい。ボルドーではソービニョンブラン。 ミュスカデルと共に使用が認められている白ブドウ酸品種の一つである。特にソーテルヌなど寄付ワインを中心にした甘口白ワインの産地では中心的なセパージュとなっている。しかしセミヨン単独では酸味が乏しいためソービニョンブランを2割ほど混ぜることが多い。ボルドー以外ではドルドーニュ県のモンバジャックやピレネーアトランティック県のジュランソンなど ソーテルヌと似たタイプの甘口白ワインを作る、アキテーヌ地方のワイン産地で作られている。19世紀の初めに、オーストラリア南アフリカなどに導入され、20世紀の半ば頃には、こうした産地では、白ワインの代表的な品種になっていた。しかし、1980年頃から、白ワインには、辛口で、コクのあるシャルドネの方が好まれるようになり、今では、 オーストラリアニュージーランドチリのごく一部で栽培されているのみである。ありがとうございます。